Hey guys, how are you doing? Welcome to another lesson on Akdem TV. It's very difficult for the Japanese English learner to tell the difference between after and later. Today, I'm going to explain about those and I hope you will understand better.ということで今日は Later と After の違いについてお話をさせていただきます。このオキドミ TV は英会話講師の私がためになる英語動画を上げております。まだまだ弱小チャンネルですので皆様のご協力が必要となっております。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はレイターとアフターの違いについて説明させていただきます。こちらなかなか難しいんですね。両方とも後でという日本語になるからですね。でもね、ちょっと感覚が違うんですよ。まず感覚の違いと、そして文法的にどう使い分けるかというお話をさせていただきます。まず感覚の違いですね。 after っていうのは順番を言う時の after です。前か後ろか、ある物事が基準があって、その基準の前か後ろか、つまり before か after か、そういうのを使うときに after 使った、そういう感じですね。そのときに使うのが after になります。で、later っていうのは前か後ろかということではなくて、ある基準のことがあって、その時間の先であることがまた起こった、この先が later になります。こっちが前で、こっちが later、 こっちが early になって、こっちが later になります。この違いですね。文法的な扱い方について説明させていただきます。 after の方はですね、 after の後にその基準となるものが必要になってきます。 after lunch とかね、 after I came back home、 家に帰った後にとか、 after の後に何かが必要になってきます。で、どれぐらい後かっていうのを入れることができます。例えば2時間後、 2 hours after lunch、 このままできます。でも2 hours afterで文を終えることはできないです。 She came home 2 hours after だけではダメです。 After lunch、 これだったら OK です。で、 after の後に時間を入れることができます。ちょっとややこしいんですけども、 After 2 hours、 これも OK です。この場合は2時間後というふうになって、何の2時間後かっていうのはもう文の中には入れれません。前の文とか話の内容で取る形になります。例えば、私が家に帰ってきたのが8時です。その2時間後にという時は After 2 hours she came back home、 これは OK になります。で、later の方なんですけども、 later は基準枠が文の中には入ってきません。これは会話の中、もしくはその前の文で判断していただくことになります。 She came back school later、 こういうふうに使います。で、何を基準しているのかというと、前の文に、例えば I came back at 1 o'clock and she came back home later、 このようにして後でというのをつけるのが加えのが later です。そこで She came back home after というのは文法的に間違いです。で、2時間後私が帰ってきました、その2時間後に彼女が帰ってきましたという時は She came back home 2 hours later、 このようになります。で、She came back home after 2 hours、 これも文法的には OK です。ただし、あまり使わないとネイティブの人は言っていましたね。では練習問題をやってみましょう。 She went for lunch and she went home 2 hours later でしょうか、 after でしょうか。 later ですね。 She went for lunch、 ランチに行きました。 and she went home、 家に帰りました。 2 hours later、 その2時間後ってことですね。その時間枠の2時間後、 2 hours later になります。先ほど申した通り、 after 2 hours でもOK です。ただし、よく使われるのは2 hours later になりますね。で、2 hours after はダメです。 She went home 2 hours after ではダメです。 after の後に何かがいります。 She went home 2 hours after that は OK です。 that というのは She went for lunch、 ランチに行った後の2時間後という言い方で、 2 hours after that、 これは OK になります。
はい、ということで今回のビデオどうでしたでしょうか。 Late と After 結構説明も難しかったです。ビデオね何回も撮り直ししました。分かるまで何回も見ていただければと思います。それではですね、今回のビデオ勉強になったなと思われる方はいいねをお願いいたします。それでは See you guys!